信長の野望。新生 PK。東方遠征にて20条ほどの城を手に入れたものの構成限界を感じ北条と停戦した我らのフェニックス。北条との停戦期間は30ヶ月。停戦が明けるまでに今川家の領土を全て我らのものにするぞ。そして出陣準備中に季節は移ろい元服の季節。人気のない将軍が仲間入り。貧乏久保、弱いから出番ここだけになりそう。めでたいめでたい、うちの茜も今年成人式じゃ。ステータス弱、お前子育てまた失敗してるぞ。失敬な、可愛ければどんな子でも大成功じゃ。すまんすまん。鎮守将軍の旗の政策が発令。続けて星2にアップグレード。これで行軍速度 50% アップだぜ。今川の患者により焼き討ちを受け、稲葉山城の兵糧と兵力に被害が。出陣前なのに畜生。ああ、観音寺城も燃えてるぞ。エースの柿崎さんとそごうを狙うとは。不審な動きを察知しましたが患者は退散しことなきを得ました。3連続はギリ回避。てか跳躍スパンが短すぎ。さて戦の準備が整ったので出陣。剣女班は沢山城で兵糧補給のルートでよろ。補給拠点のおかげで地味に遠い城のやつも、安心して一前攻めできるな。沢山痛みで補給したりしながら、兵を集結させ織田さんも越前方面に進軍開始。そして一条田二条まで到着し、敵と相対。敵は浮田直家か、そこそこ強いやつだぞ。こちらが強すぎて秒で消えました。あわれ。小屋6に合戦もできないなということで、郡上八幡城に移動しといた鍋ちゃんも帰り雲城に出陣。数の暴力で蹴散らしちまえ。容量の減ってる柿崎さんは、補給拠点の大垣城で補給させて5詰めにしましょ。補給拠点のおかげで、調略の影響もほぼなしになったな。そして2ヶ月ほど籠城されたものの、しれっと伊勢から移動してた毛利元就を撃破。一条だ二条、ゲットだぜ。ではここで舞台を分け千代女ちゃんは大野城の攻略をよろ。織田さんたちは大正寺城に進軍をなしゃーす。朝倉山城も三好長吉が攻めてるから、陥落は時間の問題だぜ。5詰めの部隊も金ヶ崎城に到着、織田さんの援護に進めー。この戦力なら一気に能登まで平定できるかもな。美濃方面から攻めてた鍋ちゃんが海陸も城を陥落。海陸も城を支柱にしたことで維新が1000を超え、特別報酬5万を獲得しました。最弱だった維新も立派になったぜ。では鍋ちゃんはこのまま増山城の攻略に進めー。しれっと北条に富山城取られてる。北条にこれ以上進軍されないよう増山城は欲しいぜ。三好長吉が後の斎藤道三こと斎藤利政を打ち破り、朝倉山城を落城。城主が道三でも余裕の攻略、さすが日本の福王だな。そして朝倉山城攻めの部隊も、大正寺城強攻に合流。城主明智光秀が降伏するとのこと。おおこれはビッグネームの降伏きたー。よう知らんやつだがすごいやつなのか、じゃ適当に名刀をやろう。これにて大正寺城も開城。今月だけで4城ゲット、なかなかいいペースだぜ。では本体は金沢御坊を目指し、部隊を分けて鳥越城攻めも同時進行だー。ひーはー、今川を食らいつくせー。寝返り士官を求める者がやってまいりました。最強クラスの寝返りきたー。御年70歳だがこれはかなり嬉しいぜ。おまけで本田正信も仲間入り。内政諸策で奪った城強化するのに便利おじさんゲット。で所領&契約のため使いにくい松永さんを、あの津城攻略のため出陣。城主は直八幡北条綱成、心して書かれよ。本体と別れ大野城を攻略してた剣女藩が無事陥落。大徳川四天王酒井忠次と、通称孫一鈴木茂秀で捕らえたぞ。宴会芸エビスクイダンサー酒井さんが仲間入り。孫一はダメか、と思ったら交渉来たー。毛利元就明智光秀と続き、すげえ名将ラッシュだぜ。菊間城を鉄砲運用で準備してたので、この地を孫一に任せましょ。後の関東征伐に向けて一石になりそうだな。で柿崎さん鍋ちゃんが増山城を陥落。北条家に取られる前に無事ゲット。勢いそのまま金沢御坊へ進軍だー。本隊と合流して吉本の居城を攻め落とせー。そして本隊と別れ鳥越城を攻めてた佐竹が、あっさり鳥越城を攻略。お、中にいた毛利元清を捕らえた。投与成功、毛利さんちの四男が仲間入り。またまた名将ゲットだぜ。勢いづいた織田軍、金沢御坊の包囲完了、攻城戦だー。織田軍17万、今川8000、その兵力差およそ20倍。優勢は明らか、降伏を進めますか？威風したいんでこのまま攻めます。まさに下道、容赦なし。敵はすごい顔の九戸正実に武田四天王内藤正豊。ため元忠に越後の正気斎藤友信、名前かっこいい鬼には下月祭。猛将揃いだが所詮は貨幣、要所も尋常のみ、蹴散らせー。では大軍でひねり潰す戦い、開戦。もう困難策を浪するまでもない、だーっとやってガーっと攻めろー。作戦が超絶雑だな。まあ無駄に兵を減らす意味はないから、適当に強撃くらいはしとくよ。柿崎さんたちの方もぐわっと突っ込んで、ダダダーって感じで敵の殲滅しといて、こっちも仕事できなそうな上司が言いそうな指示だし、成果が出たら私の手柄、失敗したら担当者の責任だー。おい、全軍進めー、今川氏に引導を渡すぞー。そして城門前に迫ると大将の今川義元自らが立ちはだかる。さすが名門ので、誇り高き侍の振る舞い。さあ声援打ち坊主なんで、武士の意地を見せようと立ちはだかる強者たちを、問答無用で銃の的と影動が過ぎる。剣旅班そのままやっちまってください。鉄砲だけで半壊してるのにうちの坊主マジ容赦ねえ。三好長吉は強撃をした。三好長吉は強撃をした。大事なことなので2回言いました。この無慈悲な攻撃に大将吉本爆散。100%、このまま本丸に乗り込めー。乱取りじゃー。あまりの惨状に久野瀬正実もこの表情。さあ城門がガラ空きだ、ぶっ壊せー。であっという間に城門破壊。東側の部隊も順調に攻略中。そして元塚君が尋常の破壊完了。まあ本丸乗り込んでるし、東側合流する前に勝負つきそうだぜ。結果奮戦虚しく鬼には左月祭が撃沈し、史実では柿崎さんと並び謙信公の関東管領就任式で立ち持ちもしてた、斎藤友信も改名越。百歩王、本丸が無人になったぞ、今川氏の財宝をかっさらえー。こうして金沢御坊は織田家に蹂躙され落城した。ここは本願寺の拠点、平和になったら百姓の持ちたる国にするのも良いかもしれんな。では勝ち時をあげよ、かーったどー。てか損害兵力25000も出てるじゃねえか。現場の奴がしっかり判断せんのがいかんのだ。言い訳すな。シェー。こうして若干のやらかしもあったものの、織田家の家紋が空高く舞い、威風を吹かせる。お、これは残ってた七尾城行ったな。これにて北方面の今川勢壊滅であります。敵本拠金沢御坊を制圧せり、我ら織田家の大勝利だ。本拠だから武将もいっぱい捕まえられそうだぜ。それではお楽しみの武将東洋ターイム。服部半蔵里見義高、九戸あたりが当たり枠かな。九戸はダメだったけど里見さんと半蔵、計20人の登用に成功。またもや名将ゲット、織田家戦力のインフレが偉いことになってきた。ではこっち側の今川征伐は終了、騎乗開始せよ。これで今川領は取っておいてる織田二条以外は残すところあと3つ。大貧乏久保の敵領やつで、お河内城の6000の兵が消滅したぞ。まあこれ高難易度で使っても、攻めるまでに兵回復しちゃうけどね。そういや超級の世界だったな。敵はノップや馬場が集結してる、元安くん援軍をよろ。こっそり岡崎城近くの鳴海城をもらった元安、出陣。名古屋城には勝頼を入れておいたのでこちらも参戦。強すぎる大将武田勝頼、初陣だぜ。そして岡崎城から勝頼のおじいちゃんの武田信虎も、鳥羽城を目指して進軍開始。これで今川も終わりだぜ。さてもう今川征伐終わりそうだけど、北条との停戦はどのくらい残ってるかな？まだ17ヶ月も残ってる。1年くらい暇になりそうだ。織田さんも二条御所に戻ってきたので、伊勢平定出陣よろ。いやわしが出向かんでも勝てるじゃろこれ。いや大官たちの研修も兼ねてますので、うわ大官が豪華すぎて、宇治春の捨てが偉いことになってる。戦力が急速にインフレしております。しかし織田さん道が詰まって参戦できず。やっぱりわしいなくても平気じゃないか。どんまい。まあ、お河内城は今川の新たな本拠になってるから、多分活躍の場はあるよ。さっきの敵領やつで兵減ってるから、半分くらいしか兵力ないけどな。同月信虎が鳥羽城の制圧に成功。そして本城でもないのに大量の武将を捕獲。強武将がいっぱい。結果斎藤道三吉川晴元毛利高元などが仲間入り。織田家の戦力インフレが止まらない。今川家を見限り出奔した者がいるようでござる。そして元康くんが野良の第六天魔王を拾ってきた。織田家のインフレが止まらねえってレベルじゃねえぞ。さらにおまけでうさ耳おじいちゃん。うさ耳じゃねえうさみだ。おまけでこけしカット。こいつ混乱持ってるから地味に強いんだよな。貴殿に仕えるか。これも一興。なんだお前、新人のくせに生意気だな。いやいやその人強い方の織田だから丁重に扱いなさい。その後岡内城を取り囲み工場制援。兵力はこちらが10倍、軽くひねってやるわい。今回は2カ所から一直線に本丸を目指すことしかできん。だが時間経過で強くなる要所はない。やることは簡単だ。山を駆け上り本丸を落とせー。それでは今川征伐の総仕上げ、開戦ー。ほぼほぼ一本道のルートを駆け上り、柿崎さんと元近くんの強撃により滝川一益即撃退。要所も何かされる前に破壊成功。安藤近末は魔法を唱えた。159のダメージを与えた。本城重長をやっつけた。秋田の英雄は今回も大活躍。石落とし櫓がチャージ完了されちゃったので、体力減ってた元近くんを生贄に。体力減少食らってもこれならほとんど意味はなし。小田さんも鉄砲戦車の大奮闘。そこに安藤の強撃も加わり、悪人顔の浮田直家爆散。はっはっは、敵をかっこ撃破だー。幼少期を今川家の人質として過ごした元康くんも、三河魂をほとばさせて気合いマックス。そして元康くんと勝頼に挟まれるという、数奇な運命となった馬場が爆散。史実じゃ絶対ありえん組み合わせだな。さあ残すは今川義元のみ、本丸に乗り込めー。お、柿崎が城門撃破。しかし名門今川家、ただで負けるような真似はしない。街道一の美中年。素敵な流し目。だが我らのエース柿崎さんが攻め立てる。この崖っぷちで騎馬突撃である。柿崎さんクラスになると山城だろうと総派でキラー。で最後はしれっとキラが本丸落としてゲームセット。これにて今川征伐完了。勝ち時を上げよ。かーったどー。白攻めだったけど大した被害もなく勝利。織田家の武将が凶悪すぎる。では甲状戦勝利の威風を見ながら今回はここまで。面白かった。続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。中の人が喜びます。一気に有能な武将をたくさん雇用し、戦力がインフレしまくった宇治春。停戦明け速攻で北条征伐で織田城に騎乗できるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。